うん、いっぺんだいぶ変わったな、コンパクトになったな。あ、イカクロスは、イカクロス、イカクロス、ちょっとやばかったけど、まあ、ちょっとなり気味でしたよね。なり気味やったな。あ、なんだよね、やっぱこうな、そう、ね、ちょっとスイング小さくしたいと思うからこうなるけど、やっぱ絶対体と腕は絶対に離しとかなかった、はい、な、オッケー、あーあー、はい、失敗してもいい、はい、そう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 、だいぶ変わったな。おお、ナイス。お、もうちょっと先週散々やったもんな。お前どうやっとんねんとかな。結構言う。まあ練習してんのかとか、なんでそんな動きなんねんってな。うん、先生は言わんけど。なやっぱ期待してる周りが、ね、でも自分で考えて、うん、え、何をどう変えた、何をどう変えた、うん、なんかやっぱりこう、ここを開ける意識はしてたけど、うん、やっぱりこう、そう、なんでや、開ける意識してんのにこうなの、なんでや、言うてる意味わかんない、開けなあかんのに閉めるとな、いや、閉めるって開けないといけないと思ってたんだけど、ああ、なんかいろんなことしなきゃって思ったうちにこうなってた。でも開けなあかんっていうふうに周りから言われても意味わからへんよ、うん、その時にとりあえずやってみるか、例えばできへんってことはどっか自分が納得してないから、なら例えば納得せえへんかったらもう、あかん、これなんぼやってても、もうこれ一生あかんわと思うまでやるから、ほなもう完全にそれにはもう戻れへんやろ、はい、で形が変わっていくにも絶対理由があるわけよ、はい、上手くなりたいと思ってそういう形が変わっていくんやけど、間違ったその形になることもあるから、それはもうやりきってまうこと、はい、何も焦ることない、はい、ちょっといいとこ来たよ、おー、いいね、足がめっちゃおとなしなったな、うん、前届いてよかったな、イカクロスになりかけてたやつな、ああ、なんかイカクロスなりかけてんでって自分で分かってなかったから、ああ、周りから言われた時にあのショックが、なんでショックやねん、そんな、え、マジで俺イカクロスなってるみたいないやいや、でもあれも通る道やで、みんなやっぱりな、言われてこの脇締めなあかんな、で肩回さなあかんの、みんなそんなになんねんから、みんな言わんけどもイカクロスで悩んでる人多いよ、絶対、はい、あ、ナイスミス、ナイスミス、オッケー、 あ、 ちょっと褒めたら崩れてきたか、最後、じゃあさ、はい、ドライバーって練習してる、全然してない、一発行ってみようか、ドライバーあんまり打ってない、あんまり打ってない、じゃあチャレンジしよう、3球やろう、3球、はい、もう3球の間やること同じやね、やること同じでもクラブが変わってしまうから、その対処を3球の間にやる、はい、3球の間にまともな球が一発も出へんかったら、普段の練習も先生がよしと言うまでドライバーも触ることも禁止。OK。いや、割りかしへんよ。いや、割りかしへん、割りかしへん。うん、アイアンとすごい似とった。いや。いや。ええー、な、よし、ラスト、さあ
これ下に行くあかんかったらもう全てあかんの。今までのはいいんですか。いや今まで全部合格で、ただし最後がダメならもう全てダメ。いやいやいや、オッケー、イエーイ、いけるよ。本当ですか。いや全然いける。よかった。強くなってきたね、ほんまに。よし。